私はソラ、コンビニ店員で深夜の勤務帯を主に担当しているのですが。兄貴のラップマジヤバいっす。バイブス上がりました。今日のフリースタイルも最高でした。ラップ&ピース。早く帰ってくれないかな。うるさくて仕方がないよ。お前らも腕磨いて次に備えておけよ。はい、頑張ります。じゃあ俺たちは帰るからな。やっと帰ったか。これで静かになる。え、まだ誰かいるの？しかも何よこの音楽。よよ、ヘイヘイヘイ。ちょっと何してるんですか。こんな夜中に音楽流したり大声出したりしないでください。近隣住民の方の迷惑になります。大声じゃなくてラップだぜ。今盛り上がってきたところだ。邪魔するやつは許さねえ。それとも俺たちとバトルするか。いや、さっさと仕事に戻る。ダサい青髪、髪の手入れしてんのか。まさに青髪、何ポカンとしてんだ。冴えない顔立ち。あまりに突然のことで意識が飛んでいたわ。もしもし、コーチ店長、ちょっと助けてください。おしゃくな、何があるの。うちの店がラップ攻撃されてるんです。どこだから。君たち何のつもりか知らんが、人の迷惑になるようなことはやめなさい。何？店長コージ助けに来たくせに体つまようじ。帰ってやったら家の掃除。せいつまようじ。つまようじ。あ、同じ反応。ダメだこいつら、どうやら日本語が通じんようだ。警察に通報しよう。はい店長。で、この二人が騒いで困っていたと。今のところそんな風には見えないけどね。柄は悪いけど。いや、さっきまですごく。おまわりさんが来たら急におとなしくなったんです。まあともかく時間が時間だし、あまり夜遊びせずに早く帰りなさい。いいね。はい、さませました。くそ、警察が来たら急に態度を変えるなんて。ポリスなんて呼びやがってよ。あんな国家の犬ちっとも怖くないぜ。それにしてもあの店員、俺たちのサイファーを邪魔しやがって許せねえ。なんとか逆襲してやりてえな。それならこういうのはどうだブラザー。ヘッドチャヘンツァ。翌日、いらっしゃいまし。今日は平和に仕事ができそうでよかった。この音はまさか。はい、いや、何聞いた。いや、しけたコンビニ店員に仕返ししに来てやったぜ。昨日警察に注意されたじゃないの。ラッパーは権力には屈しないんだぜ。警察なんてクソくらいで。へいへい、今日も熱いリリック決めていくぜ。警察がいない時だけ生きるラッパーとか普通にこいつら屈してるじゃん。へいへい、そこのジャージまるでジョージ。変な、なんですか急に。こらこらこら、お客様にまでバトルを仕掛けないで。ポケモントレーナーじゃないんだから。早くその重点音聞いた音楽を止めてよ。それって差別だぜ。店内にはポップスが流れてるのにラップはダメなのかよ。ヘリクツは聞きたくないわ。警察呼ぶから待ってなさい。おっと、そんなことしていいのかな。通報したら兄貴呼んでお前の家まで報復しに行くぜ。あんたんちここの2階の奥の部屋だろ。なんて知って。昨日お前が仕事終わって帰るときこっそり後をつけたんだよ。さあどうする。ちなみに上司とか友達に相談してもダメだからな。後から怖い目に遭っちゃうぜ。数日後。最近深夜帯の売り上げが目に見えて落ちているな。ソラ、なんか知らない。私は何も。まずいな。ツイッターでもうちの店が不良ラッパーのたまり場って広まっちゃってるよ。もちろんラッパーへの批判もあるけど、とはいえ店長に相談してことが大きくなると私の家にあいつらが来るかもだし、どうしたらいいのよ。もうその次の日の夜。いや、また来たぜマイホーム。何がマイホームよ、ふざけないで。いや、戻ったの姉ちゃん。近年まれに見ぬいい女。捧ぐぜ俺のお前レクイエム。また変な人がよくわからないこと言いながら爆音で騒いでる。警察呼んでもいいよね。こんなにいろんな人に迷惑かけてるもん。もしもし、事件です。おちょ、おい、ちょちょ、落ち着けよ。お前の電話シャレにならんわ。ちょ、離してください、触らないで。いい加減にしなよラッパー気取りのワック野郎。これ以上はもう許さない。いいのか、俺たちに手を出したら怖い先輩連れてきちゃうぜ。やれるもんならやってみなさいよ。うわ、やめろよ。うるさいよ、もう許さないわよ。エッジエッジ、おお兄貴、
兄貴が来たからにはもう。え、お前ら来い。逃げられた。ありがとうございます兄貴。さすがっす。なんか怒ってます。この書き込みにある不良ラッパーってのはお前らのことだよな。え、俺たちの活動で人様に迷惑をかけるのはご法度だ。お前らにはそれを理解してもらう必要がある。降りろ。これは助けてもらったのではなく、しばき上げのために拉致られたのでは。いいかお前ら、ラッパーの正しい立ち振る舞いって言うのはだな。それから数日後、なんだか知らないけど、あれからあの人たちは来なくなったし、よかったよかった。すみません。連日うちの門がいろいろとご迷惑をおかけしたようですみませんでした。いやそんな。自分地元では少し売れてるラッパーで、アングラヒップホップの悪いイメージを変えたくて活動しているんです。だからあの二人の今回の行動は許せなくて、あいつらにはきつく言っておきました。本当に申し訳ありませんでした。もうこんなことはありませんのでご心配なく。何にせよ平和が戻ったみたいでよかったです。それであの人たちは。あいつらは地獄の苦しみを味わってると思います。こういう、やっぱ怖いじゃん。